それではよろしくお願いします。気象研究所の玉堀です。こういう題目で話したいと思います。言いたいことはですね、再開石は再開石を観測したという人はいます。観測ではありませんけども、モデルではありませんが、中途半端なんですけども、要素によって、限りなく観測に近いものから限りなくモデルに近いものまであって、ご使用にご使用によってことになったんですけども、最初の品質として、品質という意味には2つの意味があると思うんですけど、1つは絶対的な絶対値で合っているようなんです。もう1つは品質性、2つあって長期間一定化というのと、SNS のデータ、つまり、絶対値は観測が緩まるというのとは CRU で比較できるのか、工事によったら GPCT とか CMAP という中で比較できる。数だったらいろんなとか部位もあるし、いろんな比較できるものがありますから、比較してみましょう。その他、均質性というのはトレンドは合ってますかねという話がありまして、これモデル性というのは、当然ながらシグナルは自然発動で、ノイズは人為変動、実は人為変動がたくさんありますが、これも私たち努力してますので、だんだん減ってきました。それを少ししたいと思います。でこれが一番最初に言った再解析という観測ではありません。で観測でもなければモデルでもなくて、再解析というのはモデルと観測のハイブリッドです。ということで、そのプロダクトの品質というのは物理上で様々。例えば、限りなく観測に近いものもあって、これは、ある意味観測と思っても構わないものから、限りなくモデルの値、あんまり信用しないでくださいというのがなんか変な話なんですけども、使うときにはご注意くださいという実際のものまでいろいろあります。で具体的にどんなものかというと、カルネとはこれは NCEPN 間の論文、カウンティングという論文ですけども、この中のアペンディックスにですね、物理量は ABCD に分けてます。見た方も多いかと思います。A と呼ばれるものは観測が非常に強く影響しているもので、これは非常に精度が高い。観測が半分影響しているものはモデルの結構は影響していますね。それから C は影響する観測はなくて、ほとんどモデルが切れたものです。それから D はこれはあんまり関係なくても放置、境界条件みたいなものですけども、言うならば、直接同化量、直接求めたものでかつ高速条件があるもの、例えばジオストラフィーとかいろんな高速条件が効いているのがかなり、正しいでしょう。で、増加量でも高速条件、低い蒸気とかそんなものから増加量そのものとはというか同質したもの、またちょっと質が落ちる、それからモデルの診断量、短波放射とか透過放射とか天然天然とかいうのはかなり設定とか落ちますよということで、本音矢印を引けたら引けるものなのかなと個人的には思っております。それで次の式が、こんなもんかな、左側に行くほど高品質観測に近い観測と思って良い、で右側に行くほど低品質観測じゃありませんよ、言葉かもしれませんよという話で、この高品質の極地なのは気温との風が地上気圧ちょっと落ちて水蒸気だん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 と落ちていく、雲なんていうのは実は本当に雲をつまむスタッフなんではありません。正しくないっていうのが実は正直なことです。で、これは個人の印象ですから、本当に最下職者もいるかもしれませんが、これはあくまで私の印象だと思っています。印象と言われたらあえて反論するつもりはありません。例えば気温のですね、変動、79年から2020年まで33年間の変動をですね、JY50 の場合なんですけど、マンスリーミーンの気温の変動、あと CR3 とアノマリーポジションとこうなるんですね。高いところが4です、ここの高いところ。で、この灰色のところは相関が 0.5 以下のところなんですけども、こんな感じで南極は全然ダメです。インド洋もなんかこんなことなんですよ。海洋大陸も変なんですよ。変って言うことは変ですけど、実は合わないんです。
でして、まあ、何度も言ってますが、ご使用にはご注意を。じゃあ例えば降水量、これはあの JR55 GP シティのバージョン 2.2 でアノマリコリエーションを取ったものなんですけど、やっぱりあの相関が低いところがあってですね、アフリカなんかも全くあるんですね。南極もダメです。あ、さっきから来てませんでしたが、実は北極もダメです。気温もダメです。まあ、なんでダメかというのは一つは理由があってですね、南極や北極というのがやっぱ極だからバリアリーチがものすごく大きいんですね。そういうところはシグナルなのか観測が持ち込んでノイズなのかというのがまず観測の QC 自体がとても難しいです。ですから誤った観測が入っても分かりません。というのと、そのバリアリーチのシグナルがモデルのシグナルと自然大気のシグナルがずれていても、それはずれていることがまず分からないというような、まあ、結局大きく、はっきり言ってバリアリティが大きいからよく合わせれない。ヤギパワーはもちろん観測がないというのも大きいで、あの気温とか降水量まだマシの方なんですけども、これというのはちょっと悲しくなってくるんですけども、あの短波放射イスキするとあのアノマリコリエーションを取ると一段と赤いところが減ってしまってですね、この灰色のところがものすごく増えるんですね。つまり再解析でその放射量をいろいろ使おうと思ったら使えるところはほんのごくわずか限られています。ということで、さっきの棒グラフで出たずっと右の方に放射量があったんですけども、それは実はこのグラフ根拠です。でじゃあ長期変動はどうですかね。まあ、これはあって当然では当然なんですね。これはあの気温、陸上気温の品質をですね、CRU ですね、赤が CRU ですね、で青が JR25、黒が JR25、緑がヒーラーニタリウムなんですけど、年々の変動は非常に良かったです。あ、相関係数書くの忘れましたけど、0.913 です。ちょっとこの辺50年代、60年代、ちょっと合わないような気もしますけど、まあ、この辺は観測が少ないですから、まあ、こんなもんかもしれません。それから、降水量ですけど、この図はAR4 に出てくる有名なので、陸上の降水量は、増加トレンドだったのが90年代、一定局を迎えて、一旦減りましたという図なんですけども、これが再開数で表せてるか、見てみるとですね。赤が観測です。赤の実線が GPCC で、点線が GPCC だから、点線が GPCP です。あ、GPCP ですけども、GPCP の陸上だけです。で、見てみると、でも観測と再開説は80年代以降は、まあまあ低いですね。でも、実はインターネット60年代なんで、開拓でやったらこんなトレンドは観測にないんですね。ということは70年代以前はちょっと厳しいかな、そういう気候解析に使うには厳しいな。短波放射で見ると、まあ、ただ面白いことが分かっているみたいですね。短波放射、黒が、ウイスキットの結果ですね。だからマンスリービームを12ヶ月移動平均したものです。それから季節変動とかもで、オレンジがレーダー20度だいぶ多いということは、オーバーエスティメントということは雲が少ないから太陽放射が地面まで到達してしまっている。それがレーダー50で少し改善しましたが、それでもやっぱり観測に比べたら雲が少なくて、放射量が多すぎる。同じ事情でイーラインタリウムもやっぱりこの緑ですけども多すぎる。まあ、そこまではいいんですが、やっぱりエスキッチにこんな変動があるんですね。ここ何食べたら、ピナツモのために観光者が減った、まあ、清掃圏で、火山性のエアロゾルが反射してしまったために地上到達放射量は減ったんですけども、再開率は減ってません。これなぜかって言われたら、実は当たり前の話で、再開的にエアロゾルの分布が落ちますね。
年齢変動、多番性のものは入ってません。ですからこんなものは表せません。という事情がありまして、まあ、実はそういうのは全部その報告論文を見れば載ってる話で、それを見ればいいんですけども、で一応まとめますと、再開的な認識というのは変数とか領域とか時点で大きく異なりまして、観測に限りなく近いものからモデルに限りなく近いモデルに限りなく近い知らないものまでいろいろあります。で、位置は観測に匹敵しててもトレンドは全く合わないものもあります。それで使用する際には適用範囲に注意が必要であるということですね。では各再解析にはその総合報告論文でご覧のものがありまして、それにこういうふうにして作りました。例えばさっき言ったようにエアドルは当時を使ってます、年齢変動はありませんというふうに書いてありますから、それはちゃんと見れば、注意深く見れば分かります。で、あと再解析の年齢が下るたびに事実は向上してます。ですからモデル機構としては、モデル機構値の改善とか動画スキルの改善によってだんだん品質が向上してますから、なるべく最新の再解析を使うことをよくお勧めしたいと思います。で、総合測定論文は皆さんご存じだと思います。もうあるから前紹介するまでもないんですけども、これを一つ言いたかったんですけども、一番下がリネッカー、 NASA の調査なんですけども、昨年出したのは NASA の報告書で、過去に20年間の再解析、データ、グループも含めて全てをレビューした、こういうふうに再解析が進展してきました。で、こういうところに問題が残ってます。じゃあ未来はどうしたらいいでしょうかという提言なんかを、これに実はコロナ禍の著者の私も加えてもらったんですけども、この中に中のホームページが取れたんです。で、これがありますので、これをじっくり見ていただけると最後にこんな一人言を言って終わりにしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ただいまの発表に対して質問コメント、はい、どうぞ。海洋大陸で丸いのは理由は分かってるでしょうか。やっぱりそこは海があって陸があって変動が何ていうかな、海と陸の中間にとっては状況も難しい、モデルがなかなか表現しにくいというのが一つあるんじゃないかと思います。エアロゾルを気候地で使っているというのがあるんですけども、この再解析はやっぱりそれでも変動させていくんですか。実はもちろん両方のグループも考えてますけども、ジェラグループで今考えて、今実行中なんですけども、ただ加算するかというのが一つ、やっぱり一つテーマでもあると思うんです。で、出しにおびれたんですけども、気温でいうとですね、ピナットに対して成層圏が小温して大陸圏が低温になっているというのはよく出てます。ただそれはエルドルが気候値なんですけども、観測がうまく引っ張ってくれた、ただこれは衛星観測だと、例えば成層圏も引っ張ってくれるのか、例えばエルチチョンとかファイブンとか古い衛星がない時代になると引っ張れないんで、その、エルドルの月もまず組み再開して全部に組み込んで、そのエルドルの観測、じゃあメラなんかはそういうことをやってます。で、ジェラルドも今、時期来たるべき再開すれば入れれるように、今来年あたりには準備できるかなと今やってると思います。はい、ありがとうございました。